皆さん、こんにちは。くにねむです、えー。今日もね、しぼれアストロエアコンの修理ということで、えー、続きやっていきたいと思います。でね、あの、今日コメントでいただきまして、教えていただいたんですけども、今までやってきました、このブロアモーターとエアポレーターのケースですね。これの、ここ。 ブロアモーターですけどもこれちょっとできることがあるらしいんですねあのもう少しバラしますと中を掃除したりグリスアップすることができるということで本当ありがたいことを教えてもらいましてあのやってみたいと思いますなんかこの金属製のカバーのようなあの部分が外れて中をね あの触ることができるということでやってみたいと思いますそれではブロアモーターを外しますこの状態になってますとブロアモーターとても外すの簡単ですよね5本のビスを上からこのように外していくだけで簡単にブロアモーターが外れます ブロアモーターとそのケースの間にはガスケットも別にありませんしただ乗っかってるだけというか、まあ、刺さってるだけですですから張り付いたりとかそういうこともないですねビスを取るだけで簡単にブロアモーターが持ち上がってきます車に取り付いた状態でブロアモーターを外すとなると 少し難しくなると思います。その前の部品を取ったりしないといけないので、まあ、ただ今後のことをちょっと考えてですね、あの車に取り付けた状態でブロアモーターをまあ効率よく簡単に取り外す、まあ、そういう方法をねちょっと探りたいと思います。まあ、今後の課題ですね、今、ブロアモーターが外れました。 このブロアモーターをもう少しばらせるということで今何かこじってますけどもえ爪で5箇所あの止まってます、えー、倒れた爪を引き起こしますとこの黒い金属のお皿のようなものがですね上にスポッと抜ける、まあ、そういう仕組みになってますね えっと、この爪を起こすというのはですね、まあ、私これ初めてやってますんでちょっとなんか大変そうなことをしてるように見えるかもしれないですけども、あのー、そんなに大変なことではなくて、まあ、こじると簡単に爪が起きます、まあ、ある程度起きますとこのようにプライヤーで、まあ、あの挟んでやる とですね、簡単に爪が真上を向きましてこの金属部分があの上に抜けますちょうどこの帽子のような帽子をかぶっているような状態ですねえ真ん中の筒のところにはあのモーターの磁石が入ってます、まあ、その磁石が、まあ、中の,あのコイルと、まあ、くっつきまして あの磁石の力でちょっと外れにくいというのがあるんですけどもまあ、それ以外は特にく、えー、もなく簡単に抜けますね今だいぶ浮いてきましたけどもこれ今磁石でくっついてるんですねはい取れましたそしてエアブローで、えー、中のホコリを出していますあのー ほこ、まあ、というよりね中の、まあ、駆動部分から削れ出たような黒い砂鉄のようなねゴミがいっぱいでしたでこの蓋の帽子の部分ですねこれも中ゴミが結構詰まってましたねちょっと画面で影になって見にくいかと思いますけども 真ん中軸が入る穴の周り黒くなってるのあれ全部ゴミですでこれもあ,のある程度エアブローで拭いてウエスでその後拭き取ろうとでもエアブローすると9割ぐらいが飛んでいきましたねあのここでやると大変になるんで外に行ってやってます 今あのゴミがあの大体飛びましたんであとウエスで拭いてるところですねで本体側にあのブラシが2つあるんですけどもこれはもうあの何も交換もしませんまああのブラシがまだ残ってることだけは確認しましたけれども元の量がわからないんでどれぐらい減ったかもちょっとわからないですけど あそしてこの上の軸の部分にグリスを薄く塗ってますまたあの先ほども言いましたけどブロアモーターだけでねゆっくり点検をしたいと思いますまず脱着からだとブラシの交換などですねまああの今はこれエアコンの修理 ということでこのガス漏れをメインに点検しますんで、まあ、これが終わって落ち着いたらブラシだけまたブラシだけというかあのブロアモーターだけねあの点検したいと思います。で、えー、逆の手順で取り付けていきますけども、まあ、磁石が強力でカチカチと。 あのくっつきまあ、まあの決まった場所になかなか入りにくいというのとまああの起きた爪をまた倒してやることで固定するんですけども、まあ、それきちっとしとかないとぐらついたりちょっと浮いたりしますんであのバラす時よりも組み立ての方がちょっと気を使ってやらないとダメかなと。 使ってるのは、えー、貫通のマイナスドライバーと、えー、金槌とプライヤーです、まあ、この爪をまた倒していくというのが、まあ、今回のこの作業の中で一番気、まあ、を使って時間もかかったところですね、まあ、手で回してやるともう本当に負荷がなくね軽く回るもんですね これで、えー、モーター掃除が終わったとまたケースに戻していきますこれもあのホースがついてますけどもこの位置を合わせてやると場所もきっちり決まりますんであの取り外した、えー、ビス5本を止めるだけと。 で次にですねこのブロアファンレジスター、えー、これを洗っていきますホコリがねだいぶついてるのを拭き取るのとあと基板のところですね抵抗が3つついてるんですけども、まあ、ちょっと錆びてましてで基板から浮いたりするともうそれが抵抗が、まあ、そこで外れたということになりますとファンが動きませんのでその辺も見ていきたいと思います でまあ、あの初め見た時何のことか全くわからなかったんですけどもその名前がレジスターということですから抵抗なんですねこれこの抵抗を使って、えー、ファンの回転する速さを調整すると、まあ、電圧を変えていくということですねまあ,あの見た目は基盤ですけれども、まあ、単なる抵抗です 抵抗を固定するために緑色の基板を使っているだけで何かやってることよりも見た目が大げさな感じがしましたねで一つ四角く出っ張ったところはあのリレーが中に入っていると思いますね、まあ、抵抗なんであの熱を持ちますと、まああのまあ、抵抗が 焼き切れれたりととかかねそういういことがあるかもしれません、まあその時は寿命なんでしょうけれどもね、まあ、多分交換しなくてもただの抵抗なんで、まあ、抵抗だけ変えれば復活するようなものだと思いますね。 で配線が2本伸びてます黒と紫なんですけどもこの配線と先のコネクタここはあのシリコンで吹き上げていきますでこのコネクタがブロアモーターに刺さりましてブロアモーターに電源を供給しているというものですね 吹、まあ、き上げると新品みたいにピカピカになります。まあ、特にその樹脂がもう、まあ、ボロボロになったりとかね、まあ、そういうところはなかったです。ただ、埃で汚れてただけと。 これもまた後にゆっくり点検したいなと思うんですけどもそれぞれの抵抗がねどれぐらいの抵抗ついてるのかまたその抵抗を使った時にね最終ブロアモーターにかかる電圧はいくらなのかと今吹いたのは接点復活剤で、まあ、各接続されてる部分にねあの復活剤をつけときました。 まあこれはもうまじない程度というかね、まあ、あの接続さえちゃんとされていれば、まあ、意味のないことですけども。で、あの、6ピンのコネクタが刺さるところ、まあ、これは洗浄と、まあ、接点復活の意味で、えー、たっぷり拭いておきました。 で、ケースとあとブロアモーターに接続をしていきます。でこのブロアファンレジスターこのケースに刺さるようについてますけどもまああの 逆向きについてしまうことがあるのかどうか試しましたけども、まあ、出っ張ったリレーの部分が邪魔でつくようにしかつかないとですから間違って逆につけることはないなぁと思いましたね、まあ、逆につけても問題はないと思います、まあ、なぜこう刺さるようについてるのか ということですけども、まあ、おそらくこのブロアファンの風でこの抵抗を冷やすようなこともさせるために、まあ、わざとこのケースの中に基板が入るように取り付けているのかなとも思いますでこの電源の2本の線ですけども、まあ、左右逆にあの基板裏返しにもしついてしまったとしても まあ、ブロアモーターにねこの線があのと届かなくなりますんで、まあ、それもそこは気づくんで間違うことはないかなと思いますで今つきましたねえっとブロアモーターの、えー、この今洗ってた部品ですけども ブローモーターレジスターということで、あの外すときにこれを抜きますと、あの基板を見たときなんじゃこらと思った分なんですけども、ちょっとこれ調べてみようと思います。えコネクターは、ここがあの6極のコネクタになってまして、これがあのレジスター部分ですね。で、こっちがリレーになってます。リレーは、このモーターの電源をあの制御しているリレーですね。 でこの6曲のあの車側をちょっと見てみます。えっとブロアモーターのレジスターということでまああの洗って取り付けしましたけどもあのあのレブロアモーターレジスターというものが私全く分かってなくて、まあ、取り外す時に抜いてみて基板が出てきてびっくりしたんですけどもあの。 ちょっとそのことをね、あの、調べますと言ってた件で、今からちょっと調べたいと思うんですけども、あの、回路を、あの、見てみました。で、あの、ブローモーターレジスターというあの部品に対して、車側からは、あの、6極のコネクターがつながってましたねえ。ちょっとそれ見てもらいたいと思います。 えっと、ブロアモーターのレジスターということで、あの、6極のコネクターがこれです。えー、端子が6個ありまして、えー、ケーブルの色を見ますと、ですね。赤、オレンジ、黒、ちょっと汚れてますけども、 タンですね、タン、あの肌色のタンで、黄色、青と、赤、オレ、黒、タン、黄、青と、この6曲ですね。でねえっと、6本の線があの出てたかと思うんですけども、でそれプラスですねあの、リレー側から2本、あの黒と紫の線。 これがモーターに行ってましたね。まあ、おそらくモーターを動かすあのプラスとマイナスだと思うんですけども、これがリレー側につながってましたね。で、あの回路を見てみますと、アンロアモーターレジスターリレーパックということで、ここの部分、今日触ったのがここの部分ですね。で、あのレジスターの一体化してますけど、リレーの部分がここですね。で、リレーのところから、 あの黒と紫の線が2本出てモーターにつながってるとでコネクタの6極は1個2個3個4個5個で6個ということになってますでその、えっと、まずモーターにつながってる黒とあの紫の線ですねえ回路を見ますとこの紫側 えー、PPL ってパープルのことなんですけども、このパープルがあのモーターを動かす、えー、プラス電源ですね。で、あのー、BLK ブラック、この黒い線、これがマイナスですね。で、このマイナスは追っかけますと、えー、グランドの100番、G の100番に落ちると。えー、ということで、あのー、 シュボレーアストロの、まあ、グランドを一つずつ、まあ、確認、目視するという、まあ、あの、アホみたいな動画を以前に投稿してますけども、えー、その時ね、G の100番、あの時多分一番初めにあの見たグランドだったと思います。ちょっと今もう一回見ますんで、えー、見てください。どうぞ。 えっと、ブロアモーターのえグランドですけどもえ、グランドの番号で言いますと G の100番ということで、え車の右前ヘッドライトの裏ですね、ここにあります。 これですね、これ G の100番、これがブロアモーターのグランドです。でこれが G の100番ですねで。ここにブロアモーターのグランドが落ちているということです。であのブロアモーターレジスターにつながる6極のコネクターですね。 これはですね、これですね、ブロアモーターレジスターアンドリレイパックコネクターということで、A から F までえ6曲、6ピン、6本ワイヤーがつながっていると。 端っこから行きますと赤色ね、ねそこからオレンジ、ブラック、タン、イエロー、ライトブルー、まあ、動画の中で私多分青って言ってると思うんですけど、間違いで水色ですね、あのサービスマニュアルの表記で行きますと LTBUL ってライトブルーですね。この6曲があのブロアモーターレジスターにつながると。 えっと、で、回路ですけども、このレジスター何をしてるのかというのを私は全く分かってなかったんで、これ今調べてたんですけども、やってることがわかりました。ヒーターコントロールモジュール、そこからの,あのリレー操作を受けてモーターを動かしているということになってますね。で、あの、ヒーターコントロールモジュールで、あの、ブラモーターに 関わるところっていうのはあの空気の,あのヒーターとエアコンの吹き出しの風の量ですねこれをこのダイヤルのつまみであの小さくしたり大きくしたりね風が弱い風が強いと手元操作ができるようになってるんですねこれちょっと見ていただきたいと思います4段階になってます えっと、今、ブロアモーターのことを調べてますけども、まあ、HVAC ということで、あの、ブロアモーター当然、あの、ヒーターとエアコンの風量をあの作ってる部品ですけども、あの、インパネの風量の調整はですね、えっと、4段階ありますね。ローと、えー、ミドルレンジが2つと、ハイと、 4段階ありますこの4段階をあのブロアモーターの電圧でコントロールしているはずですね。はいえー、ということで手元スイッチではあの弱い風はロー、LO の表記ですね。で強い風はハイ、でその間に2段階あのミドルレンジがあるということになっていますで。それがここですね。 えー、ブロアスイッチ、このスイッチ、スロー、M1、M2、ハイとこうなってて、ね、それぞれの、ね、A 接点があると、あのー、4種類のうちどこか1つしかメイクしない、2つ同時にメイクすることはないという回路ですね。であのー、ブローモーターレジスターが一体何をしているのかといいますとあの、この手元スイッチ、このスイッチの1、2を モーターータの回るる速さをコントロールしているとあの電圧を抵抗を使って、まあ、可変しているということですねで。まず手元スイッチをローにした場合ですね、この時はあの電源がです、ね、このローのところに流れます、他のところには流れないと。 で P の100というコネクタを通って配線の色はイエロー、黄色ですね。黄色のままここまで来ましてレジスターに入ると。入った瞬間一つ抵抗を通るんですね。あの基板の表面に抵抗が2つ、裏に抵抗が1つあ,ありましたねで、多分あれのことやと思うんですね。ここに3つ抵抗がありますんで、ここはソレノイドです。<laughs> でまあローに倒した時はこの抵抗を通ってそしてここの抵抗も通ってそしてここの抵抗も通っての、えー、モーターに電源がこるということで抵抗3つ通りますんでこの3つの抵抗全部を通るから電圧がぐっと落ちるわけですね。ですからモーターがゆっくり回って。 ま、弱い風を、まあ、結果的にね、室内に吹き出すということですね。で、ブロアの手元スイッチ4段階の2つ目、M1 というところ、まあ、ミドルの位置だと思うんですけども、そこにしますと、まあ、そこの位置だけが接点、クローズしますんで、それが降りてきますと、ここですね、えー、このプロアモーターレジスタ,ジスターに電源入りますと、 こっち通らないわけですね。行ってもここオープンなんで行かないから。えー、だから抵抗の1個、2個。抵抗2個だけ通ってモーターに行く。だからさっきよりはちょっと電圧高くなりますけれども、まあ、あの2個の抵抗を通ってますんで、まあ、直の,あの電圧よりはちょっと低いということですね。で、M 2 まあ中間の風量だけども、さっきよりはちょっと高い。中の上という感じですね。それに手元スイッチ合わせますと、抵抗1個だけ通る。だから、あの、本来の電圧よりも少しだけ電圧をあの下げてやるということでえ、それがモーターに入りまして、あの、本来よりもちょっと弱い風ということになるんですね。 で最後、このハイです。これが、あの、ちょっと理解しないといけないとこなんですけど、え手元スイッチをハイに倒しますと、電源が流れますね。でこれがね、そのままブロはモーターにはいかないんですね。えこれがそれの、えっと、叩きます。このリレーをここで一発叩きまして、そして、このスイッチを動かすんですね。 普段はこのスイッチはずっとね、この抵抗のある回路側に、あのー、倒れてるんですけども、ハイに、手元スイッチをハイ、一番強い風にしたときだけ、このリレーを叩きまして、このスイッチが倒れます。すると何が起こるのかというと、ホットオールタイム、まあのー、常時電源ですよね。あの、何のスイッチもかかって かからない、もうその生の電源これヒューズ3 0アなんですけどそれが直でここに降りてきましてモーターに入るとこれがハイの風量なんですけどもこのハイの手元スイッチした時のブロアモーターが回るその速さがまあこれが普通というか本来のブロアモーターの,あの回転速度 だとということですねであの中ぐらいの風とか弱い風というのは抵抗を通して弱められた風ということになりますね。で、このモーターの G100 万に落ちてるあのグランド側は1回リレ,ーリレーに入るんですけども、まあ、機械的にはリレーの中には入ってないんですね。まあ、見た目的には あのリレーボックスのところに線がありますけど、まあ、際のところでこっち曲がりまして、まあ、そのまま S100 番というジョイントを通過して、グランドの100番に落ちるということです。ですから、このブロアモーター点検する時に、まああの多分普通はここをまず電圧当たると思うんですよね。ブロアモーターが、ま、あの回っている ま、回るべき状態に、ま、設定してやって、ここの電圧を見ると。で、グラウンドを見るときは、G の100番を点検しますんで、さっきのその、右前のね、あの、ヘッドライトの裏のところ、あそこに、あそこに、あの、ちゃんとここがね、導通あるかどうか。 ですね、ここが導通あるので電源来なければここから上を追っかけていくという点検の仕方になりますね。で、はだけ回るけどもローが回らないとかまたあのローのローは回るけど M1 が回らないとかそういう時はここですね。この 基板の中のこの抵抗が基板から浮いてる外れてるということがありえるんじゃないかなと思います。ここどこかちぎれることでその症状が出てくると思いますんで、この回路が分かってしまえばフロアモーターが故障したり動かなかった時、すぐ原因が分かるかなというふうに思います。 ということでえ、今日はブロアモーターとえブロアモーターのレジスター、そしてえリレーパックということで、ちょっと私が全く分かってなかったことをあの調べたことでした。えっと、今日の動画はここまでとしまして、また明日から続きをやっていきます。え最後まで見ていただいた方、どうもありがとうございます。えそれでは。